こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、松屋で平成最後の春企画、お肉たっぷり新作焼き牛めしの大盛りを3つと、トマトフォンデュソースのビーフハンバーグステーキ定食を2人前、ブラウンソースハンバーグ定食を2人前買ってきました。全部で7人前ですね。美味しそうです。で、持って帰ってきて袋の時点でめっちゃいい匂いがしてました。ハンバーグソースの匂いかな。それとですね、豚汁は5人前注文しました。で、まずはこちらの焼き牛めしを食べたいと思います。焼き牛めしには半熟卵がついています。私ね、焼き牛めしに半熟卵ついてないと思って半熟卵を3つ注文したんですよね。そしたら焼き牛めしには半熟卵がついてました。なんで6個あります。こちら時間が経っても美味しいセパレートタイプになってますね。なんかね、2018年6月に開催した松屋復刻メニュー総選挙2018年のスピンオフ企画である、ややこしいですね、ツイッター松屋ボツメニュー裏総選挙において1位となったらしいです。ボツメニューなんですね。全然なんかすごいメジャー感ありますけどね。美味しそうですね。いただきます。お肉めっちゃ美味しそうですね。いや、ご飯の上にのせる。イエーイ。まずは卵かけないで食べてみます。わあ、お肉マジで美味しそう。うん、お肉はね、甘辛くてご飯とすごいよく合います。で、噛むと旨味がじゅわっと出てきます。卵かけてみます。あー、絶対美味しいやんこれ。うん、卵の味がまろやかにしてくれます。もうこの味付けがご飯とすごいよく合う。5人前の豚汁、すごいボリュームありますね。うん、こってりしとって美味しい。うまい、手が。あ、豚肉も結構ボリュームあります。美味しい。お豆腐、豚肉、人参、大根、玉ねぎ、おにぎりが入ってますね。具だくさんですね。あとごぼうも入ってるわ。あ、里芋も入ってるわ。まあもうこのビジュアル最高ですね。このね、タレがご飯とすごいよく合うんですよ。味付けがしっかりしとってお肉の存在感が強いです。お肉がね、香ばしく焼き上がっとって、表面はカリッとしとってジューシー感もあってめっちゃ美味しいです。で、おネギがね、いい感じに効いてます。おしんことキムチもハモンでした。塩味が程よく効いとって美味しいです。3杯目です。もちろんキムチうまからくって美味しいです。こちらはブラウンソースのハンバーグ定食です。で、定食にはサラダがついています。こちらのサラダは4人前あります。美味しそうです。ブラウンソース美味しいですよね。うん、ソースに甘みとコクがあって美味しいです。ハンバーグの旨味もぎゅっと詰まってます。卵をこれにのせます。わー、合いそう。サラダもついてて嬉しいですね。ソースめっちゃ美味しくご飯に食べます。ソースがすごい多いからご飯大盛りがちょうどいいかもしれないですね。ソースにね、じゃがいもとかマッシュルームとか入っとって美味しいです。あ、れんこんも入ってます。食べるたびに新しい食材に出会える、この豚汁。あ、これブラウンソースハンバーグ目玉焼き
きじゃないのこれ、ポテトだポテトが入ってる、うん、マッシュポテトが入ってます。そして最後はトマトフォンデュステーキのビーフハンバーグステーキ定食です。美味しそうです。オニオンがさっぱり使われてるからすごいコクのあるトマトソースです。でニンニクも効いてる感じがします。いや最後の一つです。卵忘れよった。じゃあ最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。松屋の焼き牛めしとハンバーグステーキ定食2種類めっちゃ美味しかったです。焼き牛めしの味付けはね大好きでしたね。もうあれこそご飯によく合う味でした。でハンバーグステーキ定食はトマトフォンデュの方もトマトの旨味がぎゅっと詰まっとってニンニクが効いとってめっちゃ美味しかったし、私はでもブラウンソースの方が好きでしたね。前から出てるんですけど、ブラウンソースハンバーグ定食にはもう半熟卵を足した方がめっちゃ美味しいです。でも目玉焼き付きもあるんでね、どっちが美味しいか分かんないんですけどね。でとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。